山下智久と平野潮、黒サギ続編で夢の共演か ?2025 年の期待。日本のエンターテインメント界において、山下智久と平野耀という2つの大スターが、黒サギの続編で共演するとの噂が広がっています。ジャニーズ事務所を退場した二人の俳優が再びスクリーンで共演する可能性は、多くのファンにとって夢のような出来事となるでしょう。 本校では、この噂の信憑性に迫りながら、二人の最新の活動やドラマ続編の可能性について詳しく掘り下げていきます。山下智久の俳優キャリアの奇跡。まず、山下智久について振り返りましょう。ジャニーズ事務所を退所した彼は、俳優としてのキャリアを堅実に積み上げています。 2020年10月に退場した後、長らくドラマから遠ざかっていましたが、2022年には NHK の正直不動産に出演し、その後はフールドラマ、神の雫、ドロップソブゴッドにも出演しています。これにより、山下の俳優としての復帰は順調なものとなっています。さらに、来年4月には漫画原作の連ドラ、 ブルーモーメントブルーモーメントって主演するとの報道もあり、山下は新たな挑戦に意欲的な姿勢を見せています。NHK 以外の民放局での連続ドラマ出演は退場後初ということで、その期待感は高まるばかりです。クロサギ続編の噂が濃厚に。近頃、t v r で山下の代表作である、コードブルー、ドクターヘリ緊急救命。 が配信され、その人気ぶりが注目を集めています。お気に入り数がリアルタイムで放送されているドラマと同等の32.4万件を誇り、山下の活躍に対する期待が高まっています。こうした中、注目すべきは、ナンバーアイの平野仕様との共演の可能性です。 山下が2006年に主演したドラマ、クロサギは記憶に新しいところであり、平野は2022年に同ドラマがリバイバルされた際に主演を務めました。最近は続編が多く制作されている中で、二人の才能と人気を考えると、クロサギ続編が実現する可能性は高まっています。 芸能ライターによれば、山下の活躍によって期待が膨らむのは、ナンバーアイの平野との共演です。山下は2006年にドラマ、クロサギ TBSK で主演を務めており、平野は2022年10月にリバイバルされた、クロサギの主演でした。ここ最近は続編ラッシュが続いている上、平野の活躍ぶりも目覚ましく、 黒詐欺、続編が現実味を帯びてきています、とのことです。続編制作には1年以上の期間が必要。ドラマの続編制作には通常、1年以上の準備期間が必要です。俳優たちのスケジュールや制作人の計画を考慮すると、最短で2025年の連ドラ枠に実現する可能性が浮上しています。 ファンにとっては、山下と平野が再びスクリーンで共演する瞬間が待ち遠しいことでしょう。ジャニーズ事務所を退所した山下智久と平野志耀が黒詐欺の続編で共演する噂が広がっています。山下の俳優としての復帰や平野の注目度の高まりなどから、この噂が実現する可能性は十分に考えられます。 ドラマ続編の制作には時間がかかることから、ファンたちは2025年の連ドラ枠に期待を寄せています。山下智久と平野史洋の夢の共演が実現すれば、日本のエンターテインメント界にとって大きな話題となることでしょう。ますます注目が高まる二人の動向に、ファンたちは期待と興奮を募らせています。